こんにちは、キエです。今日は念願の生理前爆食です。実は私パリですっごい太って帰ってきたので、まあいろんな爆食とかお酒飲みすぎたりとかも続いてダイエットをねしてたので、なんかまあ気持ち的に体重は乗ってないんだけど、ダイエットね結構できてて成功してるので、ちょっと一旦生理前だから食べさせてもらいたいということで、二郎系ラーメン頼みました。やばい、幸せ。なんかでかすぎて映んないんだけど、麺 300g、 なんか一番多いのと、ご飯、これも結構多めなネギご飯を頼みました。あとは特茶と黒ウロン茶両方とも頼んだ。特茶と黒ウロン茶ってどっちが効くんですか？どうなの？賢者の食卓を、ちょっと私口に直接入れるの苦手なので溶かします。なかなか勇気出ないのよこの量は。これは血糖値の上昇を、急上昇を防いでくれるやつ。うまっ、やばい、幸せ、早く食べたい。いただきます。ちょっと吸えるかな、ラーメン。ちょっと久々かも、パリでラーメン食べたから2週間ぶりぐらい。うまっ、やばい、ご飯ってこんなに美味しかったっけってなってるわ。ダイエットご飯を食べてるとやっぱこういう感動はないのね。だから今幸せめっちゃ感じてる。うまっ、ニンニクもたっぷり、お肉うまっ、めちゃめちゃニンニク、うまっ、これはうますぎる。二郎系ラーメンは店舗には行ったことなくて2回目のウーバーです。もやし大好きだから嬉しい。300g ってどんぐらいなんだろう、わかんない、うん、うんうん、多いのか少ないのかもわかんないけど、一番多いのにしてみた。店舗には行ったことないから、どれぐらいが多いとかが分かんないから、ちょっとこう練習としてね Uber でやってます。いつかはさ、ちゃんと店舗に行きたいんだけど、並んでるじゃん、それが本当に嫌で。私、並べない人なんだなって気づいた。うん、うまっ、やばいよ、うまい。食べたことない人食べてみてほしい。うまい。店舗のはさ、もっと熱々で美味しいのかな。マジ幸せな顔してるでしょ。
やっぱダイエット後っていうのあるよな。まあダイエット中なんですけど、こんなさ美味しいの食べてないよ最近、うん、うますぎ。うまい。もう美味しいしか言葉が出てこない。なんだこれ、止まらないって感じ。ネギ飯だ。一番人気はね、背脂丼っていうやつだったんだけど、ちょっと背脂丼は勇気いるじゃんと思って背脂丼にはしなかった。暑いかも。今は9時8分。そう、なんかね最近のこととかさ、私食べてばっかりだから話したいんだけどさ、もうないよね出来事。ないのよ、本当にない。なんかあるかな。最近、うん、そうそう、今生理前なんだけど、ピルやめてから、うん、生理前に体にジンマシンができるようになった。こういう人いないですか？生理前にジンマシンできる人。ジンマシンできるのは半身浴してる時だけ。あとお風呂上がった後に絶対顔がもうなんかまだらに赤くなる、で痒くなる。これ生理前だけなんだよね、本当に不思議。もうね、あとピルやめてから生理前の食欲がめっちゃ増した。あとあのイライラとか情緒不安定に生理前はなりやすくなった。やめてほしいよね。ピル飲んでた方がやっぱりホルモンが安定するから、そういうのがねなかったかな。本当にやだ。いやちょっとね、生理前はね大変だよね女の子。なんか生理中も大変だし生理前も大変だし、月の半分はさ大変な思いしてるわけじゃんね。本当に嫌になっちゃう。ほんと辛いね。今がちょうどそういう感じの時期です。そう、自分の機嫌をさ取るようなことをしないとやっぱこうどんどん落ちてっちゃうから、こうやってねご飯を気にせずいっぱい好きなもの食べたりとかさ、
甘いもの食べたりとか大事よな。生理前は特にね、無理せずね、ダイエットとかね、頑張りましょう。うまい。それ以外で頑張ればいいからさ。うまい。とにかくうまい。ネギ飯はネギ辛い、なんかネギ辛い。これ油増し増しにしなかったんだけど、油増し増しにしたらすごいなんかくどかったかも。今までちょうどいい。最近の私のインスタが赤ちゃんでいっぱいなの。もうみんな友達赤ちゃんいるなっていう。で、友達のストーリーも友達の赤ちゃんを載せるから赤ちゃんだらけなの最近。なんかいろんな人の赤ちゃん見てめっちゃ癒されてる。かわいいなって。そう、焦る気持ちはないけど、なんかすごい、なんだろう、この気持ちは難しいんだけど言語化するのむずい。てかさ、リップ全然落ちてなくない？最初よりはさすがに落ちてるけど、こんだけついてたらよくない？さすがです、ティルティル様。今日は05番塗ってる。髪はね、適当にね、荒れちゃった。今日は YouTube 撮影をして、そう、いろいろお仕事をして、で、最近本当に雨すごいじゃん。だからね、雨のせいなのか、もう頭が痛くて痛くて、であと目の奥がもうやばい、痛すぎて信じられないです。まあ生理前ってのもあるんですけど、ね、とてつもなくドヨーンとした気分になってます。ちょっとネギ辛い。もう全然ないです。うまい。完食。見えるかな。完食しました。300、そんなに量多くなかった気がする。うまい。二郎系に米ってあんま進まないんだね。私二郎系は米一択なんじゃねって思ったんだけど、意外となんか米進まないかも。うまい。これはチャーシュー丼にするべきだった。背脂丼、次回はそうします。でもちょっとうまいな。ネギだけ避けて食べてる。明日からダイエット頑張りたいというところなんですけど、一旦ね、ダイエットは終わりで、途中なんだけど一回終わりで、明日は夜ね、お寿司に行きます。で、その次の日は
ちょっとダイエット、まあ、調整食にして旅に出ます3日間旅に出ます、はい、さあどこに行くでしょう。ちなみにまだ決まってないです。まだキモくない。私めっちゃインドアなんだけど、最近ね、まあお仕事もあったりですごくね外に出てるの。うん、うん、確かに夏はお出かけしがちだよね。なんかグランピング行ったりとかさ、まあ海外行ったりとかね、そういうの多いよね。プール行ったり海行ったりとかね、楽しいね夏って。私冬の方がやっぱ焼けたくないから冬の方が好きだったんだけど、あのお出かけしたりとかなんかそういうのとかって楽しいから夏の方が多いし、夏好きかも。日焼けとかさ、そういう暑いから嫌だっていう面では冬だけど、夏楽しいよねねー、夏楽しいよね。え、みんな何すんの？もう、あ、私はね、ちょっととある国に来月行きます。楽しみ。ちょっとなんか水分がすごいタプタプになってきたよ。完食してます。では、私の人生2回目の二郎系ラーメンでした。いつも皆さん見てくれてありがとうございます。みんなとね、一緒にご飯を食べてるような感じで喋ってます。頑張れる時にダイエットはね、頑張って、 そこだけ頑張ればいいから。で、あとはもう本当に自分の思うように生きたらいいと思いますので、無理せずに頑張りましょう。はい、ではごちそうさまでした。またねー。